皆さんこんにちは。新人アニメーター寮寮生の涼子です。この動画では新人アニメーターの現状や生活のこと、それから私たちが暮らしている新人アニメーター寮のことを紹介していこうと思っています。今回はアニメーターになって1年と6ヶ月目の2020年9月のお仕事や日常についてお話しします。アニメーターのリアルなお給料や生活など、あまり知られていないと思う情報もお話ししようと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。9月のお仕事ですが、9月も6月から継続して参加させていただいていた SK8 の原画作業をしていました。 SK8 にはこの後2月頃まで続けて参加していました。この頃は特に2限を担当させていただく機会が多かったです。2限とは第2原画の略です。いわゆる原画と呼ばれるお仕事は、レイアウトを描く作業と原画を描く作業の2つの工程に分かれています。ざっくりと説明すると、レイアウトがそのカットの動きの設計図や下書きみたいなイメージで、原画はレイアウトを元にした清書というイメージですね。そして、ほとんどの場合、そのカットのレイアウトを描いた人がそのまま原画も担当するのですが、スケジュールに余裕がない時などに、レイアウトを描いた人とは別の人が原画を担当することがあります。その時の原画作業を第二原画と言います。本来、原画を担当する時は、そのカットのレイアウトと原画の両方を自分で描くことになるので、他の人が描いたレイアウトを見る機会というのは、実は意外と少ないです。お仕事で2限をさせていただく際、上手な方や仕事が早い方のレイアウトを見ると、すごい、綺麗、とテンションが上がります。このような2限の仕事が来た時は、上手な方の仕事が見られる本当に貴重な機会なので、ただ感心するだけではなく、どういう部分をうまいと感じるのかとか、早く仕上げるコツなどを、上手い人の仕事から盗めるようになりたいなと思います。前回の動画でもお話しした通り、一月前の2020年の8月は一度アニメーターという仕事から離れるべきじゃないかと本気で悩んだ時期でした。書くスピードがなかなか上がらず、上げられるカット数が増えなくて給料が上がらないことがかなり深刻な悩みでした。特に年始に決めていた月に10万円稼ぐという目標がなかなか達成できなかったことが、生活面にも精神面にもかなり響いていたのです。そういった悩みも理由の一つで、この頃はしばらく心身ともにかなり不調続きでした。焦って無理に夜中まで仕事を続けてしまい、寝不足が続いていたことや、花粉や気温の変化などに体がついていけず、熱が出たこともありました。熱まで出たのは久しぶりでしたが、アニメーターになってから体調が悪くなることは何度か経験していました。体調管理には自分自身がちゃんと気を配らないといけないというのは何度も痛感させられたのに、仕事が増えたりするとつい無茶をしてしまいがちです。2、3日で回復したのでまだ良かったのですが、無茶はしないようにしないとな、と反省した出来事でした。アニメーターを続けようか、やめようか、という悩みは、何ヶ月かもやもやと続いてはいたのですが、それでもやめずに続けてこられたのには、いくつか理由がありました。そして、それらの理由のうちいくつかには、実は割とネガティブな理由もありました。例えば、
この頃は SK8 に続けて参加させていただいていたのですが、自分から参加したいと希望した作品なので、途中で投げ出してやめるのは良くないかなという理由があって、やめにくかったというのがあります。それに、今アニメーターを辞めたところで、すぐに生活していけるような仕事に転職できる自信もありませんでしたし、アニメーターをやりながら就職活動をするような余裕もなかったというのも理由の一つでした。周りの方に話を聞いたり、アニメ制作者向けのアンケートなどを見ていると、アニメーターの中には、発給で貯金がないせいで辞めようがなかったり、転職のあてがないのでとりあえず続けているという人も少なからずいるみたいです。とはいえ、絵やアニメが好きだったり、作品を届けたい、楽しんでほしいという気持ちでやっている人ももちろんたくさんいます。どちらにせよ、絵やアニメが好きなのに生活できなくてやめてしまうとか、発給で生活が苦しいのに仕方なく続けているというような人が、アニメ業界全体から少しでも減るように、もう少し仕事が続けやすい環境に変わっていくといいなと思います。アニメーターを辞めなかった理由のうちのもう一つは、アニメーターという職業についてすぐの頃からお世話になった先輩の存在がありました。いつも仕事を応援してくれて、精神的な面でも技術的な面でもたびたび相談に乗っていただいて、何度も助けてくださった方でした。辞めようか悩んだ時に、せっかくその方から教えていただいた技術や今まで支えていただいたことを無駄にしたくないなという気持ちがあり、やっぱり辞めたくないなと思い直すことがありました。振り返ってみれば、その先輩だけではなく、いろんな方に応援されてアニメーターとしての今の自分があるなと感じます。仕事で知り合った同期や先輩のアニメーターさんや制作進行さん、寮を通じてつながった方や、もちろん出資者の皆さんなど、たくさんの方に支えられてアニメーターの仕事を続けることができています。自分一人でこの仕事をしているわけではないと思うと、もう少し頑張ろうと思いました。9月のお給料は、5万円でした。7月からずっと横ばいで、相変わらず少ないままでした。完全出来高制だと、仕事をこなすスピードが今のままだと、まともに食べていけません。この月は、他の方のレイアウトを見る機会が多かったので、どうやったら短い時間でもっとたくさん書けるようになるのか、他の方の仕事から学ぶことを、より意識するようになりました。1年前の2019年の9月に、とある制作会社さんに入社させていただいたのですが、それまでは今と同じくフリーランスとして働いていました。その月にフリーランスで受けたお仕事の分のお給料は5万5千円でした。1年経って、ある程度仕事をこなせる量も増えてきたのに、給料が増えていないどころか、むしろ下がっているという状況は精神的にかなりこたえました。どうしても単価やチェックが終わるタイミングなどのいろいろな要因で給料が安定しないというのもありますが、そもそもの単価が安すぎることや、最初から書くスピードがかなり速くないと給料が増えていかないという現実も明確に存在します。動画でも原画でも出来高制である限りは、結局月に何枚かけるかがそのままお給料の額につながります。もちろん単価がいい仕事ができたり、自分に合っていてかつ固定給が多くもらえる会社に入社できたりすれば、それが一番いいのですが、それもなかなか難しいです。早いうちから早くたくさん書くことや、なるべく一発で綺麗な線が書けるようになること、細かい修正に気を取られすぎないことなどは、意識して練習していくことが有効なのかなと思います。
今回はここまでです。いかがでしたか？10月の話もまた次回以降の動画でしていく予定です。いつも動画の視聴やコメントをしてくださってありがとうございます。アニメーターのことやアニメーター料について知りたいことがあったらコメントで質問をしていただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。新人アニメーター料の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター料のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また、動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。